悪いんですけど。あ、そう、グッドスプーンさんの情報ちょっと解禁されてましたね。なんかめっちゃ大きいスプーン持って撮影してて楽しかったです、めっちゃ。 スプーン大きいみたいな。さくらちゃんは明日オフです。ゆっくりしようと思います。初日に向けての練習もしたいなと思ってます。なんか場所と振りはもう大丈夫なんで、なんか細かい振りは確認しようと思ってます。合わせた、反省会で合わせたところとかを重点的に頑張ります。あ、松作って読んで大丈夫ですよ。なんか前ちょっと嫌とは言ってないんですけど、なんかさくら下の名前呼んでほしいみたいに言ったんですけど、全然松作でも大丈夫です。全然呼んでください。マトチの初日見ました。ランナーズハイ途切れ役でしたね。 マトチ最後泣いててね、頑張りましたよ、マコチも。初日おめでとう、ありがとう。マコチみたいにちょっと泣いてください。でも私も涙もろいんでね、泣いちゃうかもしれないです。 こんばんは、松作、イエーイ。 初日なぎったから当たるといいな。あ、そう、12日の公演の当落っていつ分かるんですか、皆さん。遊びに来たよ、ありがとう。12日の当落っていつ出るか分かりますかね。9に出るんや。そうなんや。皆さん当たるといいですね、本当に祈っときます。外れたら泣きます。泣かないで。 もっと出れるように頑張るので。あ、そうなんや、月曜日に出るんや。ドキドキですね、ちょっと皆さん教えてください、また当落。でも外れた方も DMM 配信とかでも待ってるので、私の初日をぜひ一緒に見てくれたら嬉しいです。あと私気づいてしまったんですけど、あ、一般は10なんや。そうなんや。ギフト投げてもらったりとかしたらどこで見れるんですか？なんか全然呼ぶの。ギフト投げてくださった方とかどうやって見るんですかね。初日はめっちゃ見たいです、ありがとうございます。そう、ギフト投げてくださった方の名前とか呼んでるじゃないですか、みんな。それってどうやって見れるんですかね。スペシャルギフト。あ、なるほど。ハートありがとうございます。ありがとう、みんな教えてくれて。ワトニャンと一緒に出れなくて悲しんでたよ。そう、私もワトナさんと出たいです、本当に。 一緒に出たいです、ワトニャンさん。同い年なんですよ、ワトニャンさん。全然見えないですよね、めちゃめちゃしっかりしてはって。 さくらちゃん名前呼んで、しんちゃん。 ちょっと待ってくださいね、コメント呼びますね。グッドスプーン関東でもやってくれるの嬉しい。そうですよね、日にちも発表されましたね、グッドスプーン関東と関西であるので、ぜひ私のコラボメニューを食べに来てほしいです。初キッスは一人だけですね。今日の晩ご飯は牛丼でした。 普通にめっちゃ食べてる。 同い年なのに親目線で話してた。そう。マトニアさんかわいいです。松里ちゃん、こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってくださいね、コメント読むの遅いんですよ、ごめんなさい。劇場と DMM とで絶対見て応援する、ありがとうございます、本当に。
もう私の全力を出し切るので頑張りますね。見守ってください。昨日子供の日の絵劇場で見てよ。あ、そうなんです。めっちゃ下手なんですよ。びっくりしましたよね、あれ見た時にあのスタッフさんに絵を渡したんですけど、あのマトチと一緒に渡したんですけど、なんかちょっと小学生の絵かなみたいな言われてめっちゃ下手なんですよ。あれでも何回も描き直したんですけど、あんなになっちゃいました。8期生で 今一番さくらちゃんが気になります。嘘、嬉しい。8期生いっぱいおんのになんで私なんやろうって思っちゃうんですけど、もう惜しみにしてもらえるように頑張ります。もっと魅力のある人になります。これ見たらピースして、ピース今日ちょっと昼寝しちゃって目がちょっと腫れちゃってます。みなとみらいへ行ってきます。あ、みなとみらいにあんねや、やんねやな。NNB の曲で一番好きな曲は何ですか？この前まではだってだってだってだったんですけど、なんかめっちゃ私太陽が坂道を登る頃がめっちゃ好きなのに気づいて、なんかダンスもめっちゃ好きで、なんかその公演の練習するときに一周するんですけど、もう太陽が坂道を登る頃とやるのが一番楽しくて、あ、次太陽やってめっちゃウキウキでやります。振り付けもめっちゃ、なんかあきら先生は振り付けしてくださったみたいで難しいんですけど、なんかいろんな振りがあってやってて楽しいです。太陽すごい。さくらちゃんのダンス元気で好き。ありがとうございます。筋肉で頑張ります感想のダンス好き。確かにいいよね、あれ。あと最後の落ちサビのめっちゃ感動しません一斉にこう登っていくのを見るのめっちゃいいですよね。太陽の坂道の良さに気づいちゃった。え、気づいちゃいました。めっちゃ曲好きです。めっちゃ普通に聴いてます。普段も移動中とかもいい曲ですよね。めっちゃ、ちょっと待ってください。モバメの返信って時差ある？え、時差あると思います。私が送ったのも多分時差あるし、返信くださってもちょっと時差ありますね。ありがとうございます。モバメの返信いつも。さくらちゃんの初日に向けてもう星座体験しています。嘘、ちょっと早いけどめっちゃ嬉しいずっと星座しててくださいお話しトイレ筋肉見れて感動しました。嘘、あ、筋肉なんとやった気がする。何人かの人にランバトルのフリーダンス見て好きになりました。めっちゃ嬉しい。恥を捨てた甲斐がありました。フリーダンスだけはちょっとね得意です。あの物ボケとかはもうちょっと自撮ってたんですけどフリーダンスだけはちょっと頑張りましたよ。さくらちゃんお話し会で惚れました。嘘、ありがとう。本当に次のお話し会も絶対に来てください。松尾と筋肉筋肉で頑張り、ありがとう。筋肉勝負ブログとかモバメが私の今の頑張る源になってます。ありがとう。嘘、嬉しい。本当に更新頑張るので見てください。あきら先生と昨日初めて劇場で会いました。嘘、最近ほんまにあきら先生に会ってないですよ。ファンの人よりも会ってないかもしれないです。昨日劇場で会ったんですか？昨日は本番で練習してたんで会いませんでしたね。グッドスプーン最低10分は行きます。嬉しい
なんかグッズも発売されるみたいな書いてましたよね。めっちゃ楽しみです。腹筋して筋肉つけたら12日の劇場公演当たるかな。当たるよ。腹筋しよう、みんなで。腹筋したら絶対当たるよ。フリーダンス最強だった。私もスゴロクで見てさくらちゃん好きになった。嬉しい、本当に。スゴロク3位になっちゃったのすごくないですか、本当に。勝利の女神ですね、やっぱり。あ、運動神経は良くないですね。いっぱい、前々回くらいのショールームでたくさんお話ししたんですけど、走る以外本当に何もできないですね。NNB であんまり筋肉キャラいない。でもサトタンも筋肉キャラなんですよ、めっちゃ。めっちゃうまい、サトタン。お疲れ様です。あきら先生時々お見送りに立ってくれるからね。そうなんや、あきら先生。え、お見送りのあのメンバーと一緒にですか。すげえ。そう、池穂のショールームにあきら先生来てはりましたよね。びっくりしました。なんかあきら先生絵文字使うんやみたいな思って。めっちゃびっくりしました。めっちゃ新鮮でしたね。おすすめのアニメは東京リベンジャーズ見てました。鬼滅も見てましたし、東京リベンジャーズは漫画でも見てるくらい好きです。ちょっと待ってくださいね。松坂のグッドスプーンメニュー楽しみ、楽しみです。私も、自分の、私食べることめっちゃ好きなんで、めっちゃ嬉しくないですか、自分の考えたメニューを食べれるっていうのは。めちゃめちゃ楽しみです。皆さん絶対食べに来てください。あ、ほのちゃん来たん。どこにいる、ほのちゃん。ほのちゃんどこですか。あ、松坂。わーい、ほのちゃん。昨日行ったもんね、ほのちゃんとこ。ほのちゃん、もう初期のほとんどのメンバーに松坂って呼ばれてます。いつの間にか。池穂の来たね、みんな。こんばんは。チアみたいです。見てほしいな、いつか。はじめまして。映画の実写化は見てないです。東京リベンジャーズ漫画派です。情報待ち遠しい。12日になんか詳しい情報が出るみたいですね。楽しみです、マジで。食べに行きます、ありがとう。17でさくらちゃんの表現力が好きで今一番気になっています。嘘、めっちゃ嬉しい。表現力あったかな。あったんかな。でももっと12日はもっとね、パワーアップ、ナンバトルよりもパワーアップしたパフォーマンスをできるように頑張ります。あやぴょんの嫁、あ、あやぴょんの嫁は生き物ですね。こんばんは。先輩にはなんて呼ばれる。先輩にはさくらちゃんって呼ばれます。あ、でもももとさんに松坂って呼ばれたかもしれへん前。嬉しかった。さくらちゃんってやっぱ距離遠いんで松坂は嬉しいですね。もしかして初期で一番食べる。え、どうやろう、一番かもしれへん。どうやろう。
アニメトークしたい、しようアニメトークお疲れ様。みんなショーレムってどんぐらいの時間が見やすいんやろ。10時ぐらいが一番いいかなって自分では思ってるんやけど、東京リベンジャーズは毎期推しだったんですけど、最近ちょっと地冬に揺れつつありますこんばんは。そう、ランチ写真の大盛り男子高校生で受けた。そう、めっちゃモバメの返信で言われました。あの、大盛りにしたんですよ、白ご飯を。そしたら思ってたよりめっちゃ大盛りあったっていうコメントが絶対あって、そんなにいいと思ってショールームでは初めて見ます、ありがとう、フォローお願いします。ショールームのエヴァはすごく印象的、嬉しい。ライバはチャームポイントです大きいスプーン持ってる姿が可愛い。めっちゃ大きかったですよね、めっちゃびっくりしました。あれちゃんと重いんですよ、撮影 してきたんですけどね。ワタニアも抹茶プって言ってた。あー、でもワタナさんにも抹茶プって言われたかもしれないです。可愛いです、ワタナさん。10時ぐらいが一番見やすい、了解です。やっぱなんか私18歳なので0時まで配信できるんですけどね、いいですよね、10時ぐらいに配信できるのは。抹茶プの筋肉劇場でマジパで見たよ。あ、そう、ナンバトルの時披露しましたね、筋肉グッドスプーンさんのコラボ楽しみにしてます、楽しみにしていてください。次のライブは初期のさくら4人組でユニットみたいです。確かに4人おるのやばいよな、ちょっとみおち、あやぴょん、黒島さくらちゃん、私ですとね。松がめっちゃ多いです。あと藻場目撮ってもいいですか、撮ってください。最近ちょっと送ってますちょっと低画質、そう、なんか前までさ、ブログみたいにさ、高画質で藻場目撮れてたのに、その方法でやったらある日突然写真添付できへんくなっちゃって、みんなあやぴょんに聞いたらいいよって言ってくるんねんけど、やり方は知ってるんですけど、もう突然できなくなったんですよ。何回もチャレンジ、再チャレンジしてるんですけど、ちょっと画質落ちちゃうんですけど、ごめんなさい本当に。こんばんは。サトパンお披露目を、サトパンもめっちゃ気に入ってます。サトパンってあだ名、ぜひ皆さん呼んでください。サトパン、松里はめっちゃ広まってるんですけど、サトパンはあんまりちょっと知名度がないので、皆さん広げてください。最近気になってます、ありがとう。もうね、劇場12日の劇場公演でも推しにさせてみせますこんばんは。初訪問とかめっちゃすごい、ありがとうございます。松里はワタニアンとどことなく似てる。あ、でもなんか一番最初にショールーム配信した時に言われたことあります、ワタニアンさんと似てるねって。めっちゃ嬉しいです。目がめっちゃ綺麗です、ワタニアンさん。大里のリアルを話したり可愛かったけん、え、ほんまに言ってました。ちょっと太っちゃってたんですけど、そう思ってもらえてたなら嬉しいですサクパンありがとう。高画質だと毛穴まで見えるから普通の画質くらいでいいよ。嘘、見えてたん、そんな、やば、恥ずかしい毛穴まで見えてんの、めっちゃ恥ずかしいな。ハチキって高中生の方ってないめっちゃ多いですよね。あやぴょんってやっぱもうマジでちっちゃいんですよ。なんか写真一緒に撮ってあやぴょんの方が前いるのに私の方が顔出たいみたいなのあるんですよ。もう痩せないと本当に。
小さいプロトのポニーテ似合ってたわね。あ、そう、ブログにちっちゃい時の写真をあげてるので、まだ見てない方はぜひ見てください。ブログ、昨日のブログなんですけど。こんばんは、メール取りますね、ありがとう。さくらちゃんはめっちゃ飛ぼう。嘘、でもあゆぴょんとの方が飛ぼうやで。やっぱでも太っちゃったら顔に出るんで、もう食べませんね。これなんか言ってんねやろって感じなんですけど、食べるのやめます。パン派ですか、ご飯派ですか。圧倒的にご飯派です。白ご飯が大好きです。パンもでも好きです。さくらちゃんとお揃いのマスク愛用してる、わーい。あのモバメ撮ってくれてることは知ってると思うんですけど、血色マスクをつけてます。みんなでお揃いにしましょう。さくらちゃん、パンダキラならシンシンとフーワちゃんとコラボできますね。そう、あのサクサクパンダプラサクパンを着てて、よく友達と写真撮るときとかはこういうポーズをしてました。なのでパンダキラです、私は。何度聞いたかごめんなさい、本当に。なんか言ってんねんの、食べへんって。食べちゃうんですよ。大食いは需要ありよ。めっちゃ大食い対決みたいなしてみたいです。食べるのやめるとストレスで太るかも。でもなんか忙しい時はどんだけ食べても太らないんですよ。あのロームシアターのリハーサルとかが連日あった時に、忙しすぎてもうやらないとダメなことがいっぱい多すぎて、どんだけ食べても太りませんでした。今はちょっと前より余裕ができちゃったんで太っちゃうんですよ。みゆちゃんの例に並んでたら松作に手を振られて、みよさく例に並んでしまった。みよさくの沼ですよ、これは多分。でもそういうパパ割と来てくれて嬉しかったです。めっちゃ隣のレーンで釣られてきましたみたいな人が来てくださって、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます、本当に。お疲れ様です。公園出たら痩せるみたいよ。ですよね。でも歌いながら踊るってやっぱめちゃくちゃしんどくて、なんかあの普段から歌いながら踊る練習するってめっちゃ大事やなと思って、踊りだけの確認じゃなくて思います。ちょっと永野芽郁さんに似てるね。あのはい何人かには言われたことあるんですけど、すごい申し訳ないです永野芽郁さんに。忙しい時一食どれぐらい食べるの？どれぐらい食べてるやろ？一食の量を増やすっていうとね、4食ぐらい食べてました、忙しい時。さくらちゃんの綺麗な目と愛嬌に惹かれました。嬉しい、それは。綺麗な目してますかね。嬉しい、でもありがとう。みよさく沼恐ろしい。みよちもね、めっちゃ釣り師なんでね、みよさく例に来ちゃったら、でもみよちにも釣られてしまうんでね、危ないですよ。ちょっと DD ダメ絶対なんで。嘘です、全然三好でも大丈夫です。食べるのやめると筋肉量落ちちゃうんや。そうなんや、やっぱ食べた方がいいかな。でもあのちょっと太っちゃって、お腹の腹筋はちょっと薄れてきてます。私のトレードマークやのにちょっとピンチですね。こんばんは。今日のグミはやばい、前髪が
今日のグミ、スパイダー作戦食べました。でもグミ食べすぎたらちょっと言いたくなるんですよ。ミオチに釣られかけた。危ない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 。こんばんは、こんばんは。そう、胃が痛くなるまで食べちゃいます。やばすぎる。胃薬常備ですよ。なのでグミってショートは悪いらしくて、めっちゃ胃痛なります。歯ごたえのあるグミとか特にめっちゃ食べすぎたらめっちゃ胃痛なります。はじめまして。わ、1500、1400兄さんありがとうございます。ちょっとギフトありがとうございます。ギフトの名前知らないんですけど、ギフトありがとうございます。皆さんギフト投げてくださった方に読むんでしたっけ。間違いなく NNB でポニテ似合うナンバーワンはさくらちゃん。嬉しい、ありがとう。 NNB48 のポニーテールイコール私ってなるように頑張ります。覚えてください。公園でポニーテールしてるんで、ポニーテールしてます。ギフトはどっちでもいいよ。そうなんや。え、ギフトどっちでもいいの。ギフト本当にありがとうございます。グッドスプーンのポスターのポーズかわいい。どんなポーズしてましたっけ。あの生写真とかのポーズ、あの写真撮る時のポーズのレパートリーはちょっと少なくて、もうちょっと頑張らないとなって思います。で、あの私は生写真の撮影めっちゃ朝になることが多くて、もう完全に私のせいなんですけど、ちょっと生写真顔はむくんでます。目とか本当にカメラマンさんとかはすごいよって撮っていただいてるんですけど、あの朝に撮ることが多いのでめっちゃむくんでます。顔はあの大きなスプーンは合成やと思ってました。合成じゃないんですよ、あれほんまにありました。特注みたいな言ってはりました。重いし。自撮りのポーズは、自撮りは慣れましたか。全然慣れてないです。なんか自分で言うのもなんなんですけど、動いてる方がなんかよく見えるかなと思ってます。自撮り下手すぎてカメラ目線が本当にできないんですよ。めっちゃでも自撮り上手くならないとやばいですよね。朝一つらいです。めっちゃむくむんですよ。めっちゃむくむタイプの人です。忙しい時そのでかいスプーン使えば一緒に寝てるね。確かに。めっちゃいいですね。8期生で一番自撮りはうまいの誰やろ。美咲ちゃんとかうまいなと思います。私美咲ちゃんに関してはただのファンなんでね。めっちゃ顔好きやし、ダンスも上手いし、めっちゃ努力深いし、もう見習うところしかないです。あのブログでポイタへの衣装は美咲ちゃんが着てたやつめっちゃ可愛いと思って LINE 送ろうと迷ったぐらいです。もうただのファンです、美咲ちゃん。
自撮りの写真と反転してる、カメラアプリので撮ったやつをそのまま送ってます。反転してるんとな、多分してますね多分。佐藤田美咲ちゃんです。8期生のメンバーのババメは撮ってないですね。佐藤田のババメ撮りたいです。釣られたいですほんまに優しいんですよ美咲ちゃんもうマジで女神様です。ほんまにすごい。劇場に出たらすぐ見つかると思う。何バトルでも目立ってたから。嘘、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。劇場でね、目立てるようなパフォーマンスをしたいです。表情とかももっと研究します。まだ時間があるので、あと1週間ぐらいあるんでね、できることは全部やりたいと思います。もばめ取ったら弥生になってしまう。そう、弥生まこちのもばめ取ってるらしいですねたまに変身するって言ってましたね。弥生も、私弥生の友めっちゃ好きです。あの、私5月2やったっけ、5月2と3のナンバトルじゃない、劇場公演の見学に行ったんですけど、夜公演のハートウォーターウイルスは弥生のセリフやって、あんなファンになっちゃいますよね。あんな弥生のあんな聞いたらめっちゃ似合ってるし好きみたい可愛いってなりました。弥生、弥生ちゃんはほんまに目はめっちゃ綺麗だなと思います。ちょっと待ってくださいブッダスプーン行ったことないです。チーズが有名らしいですね。なんかこの前プライズなんとな、チーズケーキもらいました。めっちゃ美味しかったです。何時までやろう。さくらちゃんもセリフ言ってみて。それはもうハート型だったら楽しみにしててください。ちょっと何言ってんねやろ。弥生ちゃんダンス教えるのうまい。ダンス教えるのというか、弥生ちゃんの踊り方もめっちゃ好きです。女の子らしい感じ。弥生ちゃん松坂は3年後に大ブレイクしそう3年長いよ、3年長いよ。もうちょっと後抜きないとダメですね。でももうメニュー決まってます。あとは発表待ちですね。さくらちゃん蜃気楼似合いそう。あ、みおちの蜃気楼マジで良くないですか。めっちゃ合ってるなと思います。あ、ファンネームみたいなの作りたいです。なんといいのありますかね。ゆなさんとかやったらピオラさんとかですよね。めっちゃ作りたいです。あとモバメの変身タブみたいなのを作りたいです。オリジナルのトラボメニューはもう食べましたか。まだ食べてないんですよ。決まってるんですけど食べてないです。坂道なら乃木坂さんの山下美月さんとか好きです。めっちゃ美人さんやなって思います。
お豆の変身タイプ何がいいですかね。サクサクパンダパレのファンネームパン行き忘れ、え、いいやん。サクパン気に入ってるんで、めっちゃ。はじめまして。あ、1700人さんありがとうございます。サクサクメール、え、パワイ。サクパンメール、いいやん。サクパンメールも迷います。決まったらまた言いますね。松里の踊るピープが大好きすぎる、嬉しい。ピープめっちゃ体力的にめっちゃしんどいんですけど楽しいです。 A メロのトノフリが好きです。ミトナさんは生で見てもめっちゃ美人です。スピンでもめっちゃ美しくてビビりました。サプランボおもろ。おもろい、サプランボ。前公演では渡名さんポジじゃなくて雪のポジでしたよ。雪の2だからいっぱい教えてもらってました。え、何時まで配信しよう。モバメの変身って読みにくくない？え、全然大丈夫です。皆さん初日でミオサと共演嬉しいな、行きたい。そう、ミオと出れるのマジで嬉しいです。こんな早く2人で出るのが叶うとは。ゆきのちゃんお餅見たよね。どういうことか分かんないんですけど、ゆきのもんマジで可愛いです。顔ちっちゃい。さくらちゃんのユリートが楽しみ。確かにメドレーとかはね、何バトルでもやってないんで初めてですよね。ぜひ楽しみにしていてください。シャプパンって呼んでいいの？いいよ、呼んでください。めっちゃ気に入ってるんで。いつからアイドルが好きだったの？小学生です。小学2、3年ぐらいです。めっちゃ楽しみ、ありがとう。初日ね、緊張しますね。でもやっぱもう初日デビューが遅い分なんかできてるのは当たり前だと思うので、反省会とかであんまり名指しで注意されないように頑張ります。こんばんは、初見です。ありがとう、仕事疲れた。お疲れ様、ほんまにお疲れ様です。明日休みなんで今日はいっぱい寝ましょう。22時47分から始めてる配信。そうなんや、もう40分ぐらいなんや。ゲームはあんまりしないです。ワトポンさんのゲーム実況見てもらえばわかると思うんですけど、多分ゲームのセンスあんまないです。あきら先生の名言ください。同性を死んでも守れ。ポテヘアポニテ正解すぎる。私も思います。ポニーテールが一番自分で似合ってるなと思います。なんか動きやすいし。明日も仕事なんや。嘘、頑張ってください。応援してます。プレッシャーに
プレッシャーに負けずに頑張ってね。ありがとう。勉強は、勉強は、勉強はできるんかな。どうやろ。そう、みんな知ってますよね、あきら先生の「どうせは死んでも守れ」誰にとっても初日は大切だから、楽しむことを大事にしてね。嬉しい、ありがとう。本当に楽しみます。ちょっとあのナンバトルではあんま緊張しすぎてファンの人の客席を全然見れなかったので、客席をいっぱい見ようと思います。見合わせてください、みんな緊張してるんでそれ鉄板ネタやん。シャイニングブロード。普段髪の毛は巻いたりしないです。巻けないんで。多分お話し会でやってもらやるときとかは、生き物とかに頼んじゃうと思います。こんばんは。めっちゃ変わって名言聞けなくて悲しい。そうですよね、めっちゃ変わっちゃいました。私の友達も8期生めっちゃ見てくれてて、なんかめっちゃ感情移入してくれてて、あの最終話がもう終わっちゃうのが悲しすぎて最終話が見れないって言ってました。基本のめっちゃうまいですよ、ヘアアレンジ。前公演の時にさくらちゃんがこけたのどの曲やったっけ。バージンラブですねバージンラブのノリをめっちゃ張り切ってやったら滑っちゃいましためっちゃ恥ずかしかったです。めっちゃキメキメでやってたのに滑っちゃいました。ペンライトカラーはスピンクと黄色です。そう、皆さん待ってます。くらちゃんこんばんは。そう、ワンセブンライブさんにバージンラブの滑ったところめっちゃ映っててびっくりしましためっちゃ映ってましたよね。尻もちです、あれは。さくらちゃんのうちわ作ったので初日入れたらあげるね。嬉しい、ありがとう。うちわ見つけます。こんばんは。それは美優伝です。次のお話し会とりますね。嬉しい、本当に。前のお話し会よりももっと私のことをね気になってくれてる方は増えたらいいなと思います。身長は伸びてないです。152センチです。桜うちは9割完成しました。嬉しい、ありがとう。本当にうちはね、はじめまして、さくらちゃんのうちは作ったから今度見せます。ありがとう。めっちゃうちは作ってくれるやん、みんな。めっちゃ嬉しい。え、ほんまに何時まで配信しようはもうちょっとで2000人いく。うちはないから手を挙げますおもろ、迷惑ならない程度に手を挙げてください。いっぱいアピールしてください。次のお話とお話ししてみたい。嬉しい。最近めっちゃファンの方とねちゃんと喋れるようになりました。リアルお話とで割と変わったと思います。多分あんな喋りとなんやって思ってもらえたかな。リアルお話し会でめっちゃ友達みたいになっちゃいました、ファンの人と。なのでオンラインお話し会も来てみてください。
先輩への人見知りはなれないです、本当に。公園でうちはどこまで見れるの？でも客席の方全然見に行ったことないんで、ちょっとあんま覚えてないかもです。でもあのコンタクトしてるんで見つけます。リアルを話した、喋りやすくてびっくりした、嘘、嬉しい。みんなね、私のこと人見知りだと思って来はったと思うんですけど、もうファンの人と友達みたいになっちゃいましたね。めっちゃ楽しかったです。ワトポンさんと最近話せてないです、本当に。イモリなんで喋りに行けないんです、本当に。なんかみんなリアルお話し会で推してる先輩に喋りに行ってたんですけど、初期生、例えば弥生ちゃんやったら佐田のはるかさんとかに喋りに行ってたんですけど、私は本当にイモリで人見知りなんで喋りに行けないんです。次は頑張ります。マイポーンの時より客席1列前やったら緊張しそうだな。あ、そうですよね、変わりましたよね。2列目から入れるようになったんです、でしたっけ。6期生以上の先輩誰と話しましたか？ウータさんの写真を撮る、写真をあの撮ってくれへんって言われて撮らせていただきました。その時にちょっとお話しさせていただきました。イモリってどういう意味？イモリってイモリって説明できへんけど、人見知りみたいな感じです。はい、ゆずはさんとお話あんまできてないです。めっちゃ仲良くなりたいです、ゆずはさん。ゆずはさんもめっちゃフレンドリーな感じな先輩ですよね。なんかロームシアターの時に、何の曲か忘れたけど、フリーの時にめっちゃあの触ってくれて、絡みに来てくださってめっちゃ嬉しかったです。ゆずはさん、その時うとうとしたおもろ、めっちゃ可愛かったです。ヤモリの友達違いますよ。イモリって言いません？皆さん、イモちゃうみたいな、イモちゃう、イモちゃうみたいな。あ、そう、トナさんのサスポの大声ダイヤモンドの落とし穴の時にコジリンさんにザ頼んでくれました。めっちゃ嬉しかったです。イモルって聞いたことないんや。そうなんや。髪の毛切ってないですよ。前髪がめっちゃ伸びちゃったんで、初日までに切っていただきたいです。初訪問さんがいっぱいいらっしゃって嬉しい。こんばんは。なぎささんとはお話ししたことありますよ。あのルームシアターの時の舞台袖でお話しさせていただきました。めっちゃ可愛いですよね、なぎささん笑顔が。
2000人超えました。え、イモリって言わんねや。こんばんは。ファンやけど初見です。何とも話したいったのに。ショールームのねフォローお願いします。ちょっとゲリラでするとと増えるんで多分。なぎチャンネルで携帯小さいとで最初知りました。そうなんですよ、携帯めっちゃちっちゃいんですよ。携帯めっちゃ落としちゃうんですけど、自分だけでした？めっちゃ落とすんですよ携帯。ショールームめっちゃ楽しいですね。多分週1くらいでは絶対やると思います。小さいプラ落とすんとな、確かに。携帯をマイク代わりにして練習するんですけど、めっちゃ落としちゃいます。スマホは iPhone です。携帯落として画面割れない、あのフィルムみたいなの貼ってるんですよ。なので多分大丈夫です。8期で一番配信してるんですかね私ショールーム。え、めっちゃ意外じゃないですか、ファンの人からしたら。ショールームめっちゃ楽しんでやってます。ペットボトルマイク代わりにすれば確かに。でもやってる人見たことないんでちょっと恥ずかしいですね。でもマイクって重いんで、なんかあのおもちゃのマイクで練習してたんですけど、おもちゃのマイクと本物のマイクやったら全然重さ違くて、携帯の方が重いかなと思って携帯持って練習してたんですけど、めっちゃ落としちゃいますね携帯やと。ペットボトルでやってみようかな。NNB で0時までやるメンバー珍しいね。でも皆さんね、お仕事終わりとかでこのぐらいの時間がいいかなみたいな思ったりします。夜ドタなんで私。もう1時間ぐらい配信してるな。それはもう筋トレないよ確かに。また筋肉ついちゃいますね。ムキムキアイドルみたいになっちゃいますね。そう、マイクの重さに合わせるためです。おもちゃのマイクに10円入れてみようかなとか思います。そう、こんな時間にできてね、めっちゃいいですよね。18歳以上なんで。いつも何時頃寝てるの？何時くらいやろ。でも休みの日前とかは割と起きてます。昼、次の日昼ぐらいまで寝ちゃいますね。あのおもちゃのマイクってあれですよ、密着とかで出てきてたあのマイクです。あれもでも大切に保管してます。マイク2000円ぐらいで買えるんや。でもちょっと恥ずかしくないですか。なんかマイク持ってるやんみたいななります。明日もゆっくり寝れますね。寝ますね明日は。あれはもらいました、セレクション期間中にあのもらいました。色は選べるんですけど、私はセレクション期間中にめっちゃ大人しかったので一番最後に取りに行って、黄色とブルーと
ピンクがあったんですけど、私は絶対ピンクが欲しいと思ってたんですけど、黄色しかなかったんですよ。だから黄色になりました。はい、松坂寝つき良さそうなイメージ。どんなイメージなんですかそれ。おもろ、寝つき良さそう。でも全然良くないですよ。ショーマン稽古なんだ緊張した。めっちゃ緊張しました。緊張しますよそりゃ。寝相は悪いですね。セレクションでマトチと一番最初に仲良くなったエピソード好き。そう、マトチと一番最初に仲良くなりました。なんでやったっけな、マトチもあのオーディションの友達がいなかった感じで、帰り道隣で歩いてて、マトチが話しかけてくれました。どっちもお互い敬語でしたね。2300人さんありがとうございます。マトチはでもオーディションの時大体みんな年下やと思ってましたけど、私も年下やと思われてたみたいです。マッチョクティースして、ごめんちょっと止まっちゃった。復書タイム。できましたか、スクショタイム。マトチ肩の筋肉なら松尾に負けないって言ってたよ。そりゃそうですよ、あんなねすごい速いのを投げるんですから。今日のコーデはパンダコーデですね。確かに。パンダやな。最初ミッヒーに敬語で話してた話好きです。もう全員に敬語で話してましたよマジで。ミッヒーとか絶対年下やんと思いながら敬語で話してました。あのミヒナはめっちゃあのダンス、あの静止のラップタイムめっちゃ踊ってんの見て上手すぎてビビりました。あんな中1であんな上手いみたいな思いました。固まっちゃった。もう一回スクショタイム OK です。もう一回やります、スクショタイム。皆さんお願いします。サプパンポーズ。ありがとうございます。スクショできましたかね。あ、2400人さんありがとうございます。そう、リサにも敬語でした。リサは、リサの印象はめっちゃなんかセレクション始まる、セレクションの初日になんやろ、リップサック背負って短パンみたいな下にタイツみたいなの履いてて、めっちゃ山に行くんかなと思う。山に行くみたいな。思ってました。リサは、リサはほんまに最初マジで変わってるとやなと思ってたんですけど、めっちゃ可愛いです。最近愛おしくてたまらないです。あ、スクショできた、よかった、ありがとう。それ MC でも言われてた。そうなんや。めっちゃおもろないリサ。今もでも割と山みたいな、山行きますみたいな感じです。リサは独り言がめっちゃ大きすぎてびっくりしました。リサね、密着でめっちゃちゃんと喋ってましたね。めちゃめちゃハキハキしてますよね。
あーでもリサが一番バブみありかもしれないです。あやぴょんがもうめちゃめちゃリサのことをねバブちゃんみたいに扱ってます。なんでやねんマスの無茶ぶりに耐えたから遠いの弟も大丈夫やね。えもうなんでやねんマスの無茶ぶりはもう今思い出しても恐怖です。本当に事前にその内容を教えてもらえるとかではなくて本当にその日あの場所で分かるんで、なんでやねんマスの内容とかもう練習して記憶なくてもうマジで焦りました。本当にごめんなさい面白くなくて。でも無事にね3位になれたんでよかったです。ハツキでシフトおしゃれやなと思う子は弥生です。めっちゃ似合ってますバーリー系の服装。弥生あやぴょんとかですね思います。 B2 剣ほんまにやばい、いい意味でほんまにやばいですよね。七期生さんもめちゃめちゃ可愛いのでめっちゃ上からみたいになっちゃったんですけど、七期生さんもめちゃめちゃ可愛いし八期生もめっちゃ可愛いといっぱいいるのでぜひ B2 研究生の公演来てください。私の初日待ってます。あもう終わったんだな初日。私の隣の部屋まで一人ごと聞こえたらしいね。そうなんやめっちゃおもろいやん。あそうそうそうやな聞こえた。さくらちゃんこんばんは。こんばんは。やばいあと9分で0時になる。次の話とかで何かコスプレしてください。了解です。しようと思ってたんですけど制服以外も発想が間に合わなくてしますね。次は楽しみにしてください。あれやりきったの本当によかった。何やったっけ、どんな無茶ぶりやったっけな。ブッドスプーンさんの CM みたいな、もうあのアミルンさんと最初に見本やってくれはったんですけど、あの間にパンダやるのとかもうダメですあれは。びっくりするほどなんでやねんマスに止まってましたよね。あの日リサとミサキちゃんいたんですけど、リサとミサキちゃんは別になんでやねんマスあんま止まってなくて、私めちゃめちゃなんでやねんマス止まった覚えあります。え30秒フリーダンスミオチ褒めてたんや、めっちゃ嬉しい。さすがミオチ。でも本当に無茶ぶりにもね応えられるように頑張らないとねと思います。妹にしたいメンバーはリサ、宣伝上手。ありがとう。こんばんは。ほんまやな1時間あっという間。あごめんなさい、 7期生さん 7.5 期生さんもめっちゃ可愛いです。しおんさんめっちゃ可愛いです。しおんさんめちゃめちゃ可愛いです。しゃぶり方めっちゃ好きです。しおんさんのごめんなさい本当に。あれのおかげで気になりだしました。よかった、めちゃぶりやった、かいがありました。 NNB の洗礼来てた。でもポジリンさんとめっちゃおもろくてめっちゃびっくりしました。めっちゃ面白くなかったでした。チヒーさんとかめっちゃすげえと思ってました。なんでやねんマスめっちゃすごい試練だったですよね。もうやばかった。めっちゃ止まってましたね。先輩の対応力さすがでした。はじめまして初見さん、すごい2500人さんありがとうございます。何時間ぐらい配信してんねやろ。歴10年の重みが出てたわ。めちゃめちゃさすがでした。すげえと思って。あの初日ダンスとか立ち位置の心配が一番なんですけど、
同じぐらいに MC と早着替えの心配はすごいあります。早着替え多分本当に本気出さないとやばいと思います。67分してたんや、すげえキープしてるな。早着替えめっちゃ遅そうな顔してません？めっちゃ不安です。早着替え MC も不安です。とりあえずでも大きい声出すのと発言したらもう皆さん許してください。面白くなくてもできるだけ面白い答えを出すように頑張るんですけど、 MC は大きい声が出せたらいいのと発言できたらもう皆さん、ファンの皆さん許してください。もう徐々にもう慣れていくので多分面白くないんですけど、ほんまにあと5分で時間乗る。初見です、ありがとう。早そうな顔してる。そうめっちゃ遅そうやん。マイペースなんで頑張らないと。大きい声だったら褒めとく。嬉しい。ファンの人はやっぱ優しいですね。そろそろランキングを、そう読みますランキング13位の人と発表します。13位、あそう私あの挑戦をやってんのよ、待ってください。オリアチョ、あもう一つの字が読めません。オリアチョなんちゃら、ジョードーナツさん13位ありがとうございます。山田真剣佑さん12位ありがとうございます。11位シルルさんありがとうございます。10位オボプルースタさんありがとうございます。9位ポポさんありがとうございます。8位ちくわドーナツさんありがとうございます。7位ハトちゃんさんありがとうございます。6位かじゅうきさんありがとうございます。5位夢に向かってさんありがとうございます。4位すきぞうさんありがとうございます。3位きねさんありがとうございます。2位まっちゃんさんありがとうございます。1位にぷみーさんありがとうございます。あと3分あるんでコメント読みますね。12日絶対当てる、絶対当たります。12日、でもあと1週間ぐらいあるんですよね。もう頑張ります。それは早着替えに気を取られてマイク忘れた後で、それはもうやばいですね。マイクは絶対忘れません。命よりも大事です、マイクは。大丈夫、さくらちゃんが楽しんでくれたらそれでいいよ。嬉しい、もう優しい私のファンの人。2600人さんありがとうございます。滑っても自信持ってやりきれば OK。 もう滑ります、もう私には怖いものがないです。なんでやねますを経験したので、素を出せれば OK。 ありがとうみんな。0時までの課題間に合った、よかった。それはあと2分やけど、スクショタイムしてもう一回します。スクショタイムあと2分なんですけど、ありがとうございます。スクショタイムできましたか。滑り宣言、あごめんなさい、和幸さん KK さんありがとうございます。ごめんなさい本当に。滑り宣言しときます。最初に保険をかけますね。松坂楽しかった、ありがとう、ありがとう。ほんまにショールーム楽しすぎていっぱいやっちゃうかもです。ちょっと話すネタなくなるかもしれないんですけど、コメントでいっぱい質問してくれたら嬉しいです。またと初日頑張ってください。ありがとうございます。はじめまして。あと1分や。カメラ目線できてなかった。ちょっとごめんなさい、遅くまでありがとう。全然明日はみんなで休みましょう。今日はねみんな頑張りました。ゴールデンウィーク明けの平日、おやすみなさい。また配信します。筋トレしていたら今からパン食べてもいいと思う。食べちゃおう、もう今日頑張ったもん。名前呼んでください。ジュルジョ早乙女さんまた来るね、ありがとう。配信楽しかったよ、ありがとう。2688人さん、すごい、めっちゃ
来てくださった。もうちょい勤めも欲しい。ありがとう、切ります。バイバイ。ありがとう。